26秒で出てきたので、はい、まあまあまあ、ちょっとだけアクリルを塗ります。モデルも決まってみそうですよね。最初だけ塗ります。の回数が足りないので、標準用紙を下げて、そこでライン入ってるよね、がっつり。うん、ありがとうございます。こちら、油絵の具に比べると大きい作品はちょっと作りにくいんですよ、範囲がやっぱり。はい、ちょっと下地は色がうまく、クレヨンだと色が混ぜられないのと、ちょっと広範囲塗りつぶすのでアクリルを使いました。それが残って、でもそれよりも、普通の鉛筆程度だと、クレヨンの方が強いんですよ、なんで多分塗りつぶしちゃうと思うんです。なんでむしろこう下に塗らないと思うんです。だから芯があるところに塗っていくのでも大丈夫です、はい、ありがとうございます。